ちら。こちら。はい、いつものコーヒーも、はい、手元に置いたということで、はい、だいぶやってきましたね。はい、もう結構飲んでますけども、はい、はい、阪神タイガースの、原口選手、お帰りなさいということで、本当に良かったな。良かったね。はい、本当に大腸がんを、まあ公表してから、まあちょっと期間空いて、まあ手術も経てね、はい、経て、まあちょっといろんな方の声援もありつつ、5月4日に。ロッテ戦だな。はい、ロッテ戦で代打で出て、ヒット打って、もうあわやもうホームランじゃないかぐらいの当たりでしたけども。でもあのセカンドにヘッドスライドにした時、俺ね、はい、大丈夫かなと思ってた。ちょっと、はい、気持ちいい。でもあのヒットはどのぐらいの人に勇気を与えたのかね。そうですよね。できるんだぞってみんな頑張ったなみたいなね、うん。姿で本当に見せてくれたなっていう。そうだな。またね、あの子性格がいいんだよ。で人懐っこいしさ、どんな局面に立っても自分を出せる子だね。今わーっとやってるじゃない、はい、昨年まではなんかこう厳しくやってる中でも、どんな環境に入っても自分をしっかり持って自分のバッティングはできるというさ、感動したな。いや本当に本当に良かったなと思う。もうそのままダメになっていくんじゃないかと 思われたけどさ、はい、強い意志があったんだろうね。絶対もう一度グラウンドに帰るというね。だからそれをものの見事に実践をしてくれて、結果を出してくれて、本当それがすごいですよね。あ、それとやっぱ原口のコールがあった時の大声援、いやーすごかったですね。やっぱファンも待ってるし、はい、どういう姿で戻ってくるかっていうのも期待してたと思うんだよね。それを一発回答で出してくれたという、まあ、ここら辺が素敵だったな。提供魂でしたね。提供魂、提供魂かも。まあどんな魂でもいいんだけどさ。そうですね、まあまあ、やっぱそういう伝統校がね、精神を支えてるかもわからないしな。だからそういった意味ではプロ野球歴史長いけど、はい、1ページに残るようなそういうヒットだったな。いや本当そうですね。チーム勢い乗りますよね、ああいうヒットが出ることで。それとプロ野球ってさ、夢を与えたりだとかさ、はい、勇気を与えたりだとか、いろんな要素が含まれてるじゃない、絶対に、はい、なんかこう原口が打ったことによってその病気で悩んでる人たち、今ベッドに横たわってる人たち、はい、まあ、そういう人たちも含めてね、勇気を与えたんじゃないか。そうですね、まあ、同時に夢も感動も詰まったような復活劇だったなっていうふうに思うよね。なんかね、ベーブ・ルースでしたっけ、子供の手術と約束してホームラン打つみたいな。そう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 。でまた原口選手の場合は自分がこのやっぱ大腸がんになって、でもこう復活し遂げて姿で見せるっていうのがまた一つすごいなという感動した、まあ、そうだね、はい、部分ではありますよね、やっぱ、うん、まあ、そういう、ね、病気に悩んでる人たちも、はい、やっぱ原口のことは絶対応援してくれたと思うし、ね、本当にそういう思いが詰まったヒットだけに良かったなと思う、はい、いやー良かったですよ、あれは、いやヘッドスライディングなんかもさ傷口が開いたらどうするのみたいなさ、余計な心配だったんだけど、まあ、開くはずがないんだけどさ、いや なんかそこまで心配したよね、なんかおい大丈夫かみたいな。まあでも勇気を持ってね、頭から突っ込んでったけど、いやだって自分も 怖いと思うんだよ、ね、でもそのぐらい必死のパッチでやってたかもわからないしな、うん、無心でやってたんじゃないですか、もう無我夢中というか、まあ、そうだ、はい、そんなことはもう二の次じゃないですけど、そうだね、はい、まあ、病気はなる前に早期発見でね、はい、まあ、やるのが一番だけど、うん、まあ、必ず治るというね、でまた日の目を浴びるという、うん、まあ、皆さんもそう考えて、うん、まあ、そうじゃない人たちもたくさんいるかもわからないけどね、はい、だけど夢は捨てないで原口を見て勇気をもらってくださいという、はい、ね、原口ももう復活したんだから、そういう人たちに勇気を与えるためにもっとどんどん頑張ってほしいと。いや本当にもう応援しましょう、はい、応援したいよね、はい、こっからの原口選手がさらに楽しみ、いや楽しみ楽しみ、だって終盤優勝争いに絡んできた時また原口さんが、ね、出て確かに活躍するかも、いや本当にこれはもうすごいよ、すごいことになる、感動の1ページになる、ね、いやなりますよ、うん、はい、じゃあまあ応援していこう、応援しましょうよ、はい、頑張ってください、頑張ってください、はい、はい